朝日カントリークラブは山口県山陽小野田市にあるゴルフ場である。日本における石炭発祥の地は長門の国朝と筑前の国黒崎と言われている。明治以降大炭電ができて炭鉱の石炭採掘に必要な採掘用ダイナマイトの生産も盛んになった。ダイナマイトを製造する日本火薬朝作業所は従業員1600名の工場に成長した。 しかし、1957年頃、石油やプロパンガスの登場で、石炭不況が訪れ、日本火薬も、セール対象者の受け皿の子会社2社などの対策が取られた。日本火薬の作業所長、田中達次は、定年地会社員を救済するために、ゴルフ場を建設し、経営することを提案した。だが、会社には、受け入れられなかったが、1963年12月、 ゴルフ場の建設用地にと、山林30万坪を取得した。1965年10月16日、新たなゴルフ場の建設に向けて、経営母体、朝日観光開発株式会社を設立し、代表に田中達次が就任した。ゴルフ場の建設用地は、日本火薬の朝作業所から10分ほどのところにあるが、石炭の柄を捨てる場所だったため、30センチも掘れば、 粘土室で土質の悪いところだった。1965年10月29日、コース設計をゴルフコース設計学博士の間の定期地に依頼し、コースの造成工事を着工した。1966年11月7日、アウトコース9ホールが完成し、開場された。翌年1967年11月7日、インコース9ホールが完成し、18ホールのゴルフ場が、 完成した。その後、1972年、インコースの高層池を横切り、山陽新幹線が通ることになり、その工事のため1年間インコースを閉鎖することになった。インコースも一部の改造工事が行われることになり、新たなコース18ホールは、距離6、88ヤード、パー72のゴルフ場となった。郵便番号757-0002山口県。 山陽の出し大技軍16の3。ありがとうございます。